解雇された。首か、容赦ねえなマジで。よって本日は代理の講師が調理の実演を行う。セントラルが提唱する真の司英氏。こんにちは、十傑第一席の司英氏です。みんな知ってるかどうかわからないけど。知っとる。月経祭で味わったあのレベルか、すごかったよね。あの時食べたどの料理も。それでこの授業では生徒から一人助手をつの俺と料理するの嫌かな。雪平相馬。初料理のアミューズ5品だ。同時進行で調理していく。雪平には下ごしらえからこなしてもらう。よし、では調理開始だ。雪平、まず合点。そんな一気に。だからバックしちゃうよ。すごい相馬くん。じゃあ次は試合へとまであと10秒です。よし、アーモンドのキュウリ。よし、フレンチの調理技法なら嫌ってほど叩き込まれたんだ。篠宮ショーんとこのスタジエル立ち入れない。本物同士の共演。雪平、アスパラガスのブリエだ。合戦。あっという間に。じゃあ今からみんなにも同じ。エリナ様、お元気そうで何よりだわ。思い切って授業に参加してよかった。お父様も無理やり連れ戻す気はないようだし。アキリさん、講師の先生方、お父上もさぞお喜びでしょうね。セントラルとトースキ学園のためにもさらなる飛躍を期待していますよ。失礼。余裕ってほどでもなかったかもな。セントラルのレベルもなかなか。って冷静に考えたら俺セントラルを手助けしたようなもんじゃねえか。何やってんだ俺。司先輩まだいたんすか。いや、実習が終わったら一気に緊張が解けて力が抜けちゃってね。本当に参ったよ。大勢の生徒が見てる前で調理をしてみせろ。完璧主義って感じだな。しかし素晴らしかったよ雪平。思ってた以上にいい腕してるんだな。いや、俺も楽しかったし勉強になりましたわ。使え。エリナ様、次の残党狩りが決まったそうですよ。3日後だとか。そう、また多数の団体がなくなってしまうのですね。で、何じっと見たりして。いえ、そのエリナ様の表情がどこかいつもと違う気がしまして、何か心境の変化でも終わりになったような。